私は間もなく上海支局へ赴任します。その前に職域接種で日本でワクチンを打ちます。チクッとしますね。手先しびれないですか？はい、さっさとこもまないようにそーっとしておいてください、はい、お疲れ様でした。朝起きると全身の倦怠感と関節痛があり、体温を測ると38度3分の熱がありました。結局2日間は副反応に苦しみ寝込むことになりました。飛行機に乗る2日前以内に義務付けられている PCR 検査と抗体検査を受けに病院にやってきました。病院は中国総領事館指定のところ以外は認められていません。費用は42,800円。非常に高額ですが、当日に診断証明書を発行してくれる病院はほとんどないので助かります。結果が出ました。 PCR 抗体検査ともに陰性でした。今から飛行機に乗るための健康コードを申請します。健康コードとはウイルス感染に対する安全度を表示するアプリです。 PCR 抗体検査のダブル陰性証明書を取得後、搭乗前日8時までに申請しなければなりません。 QR コードが緑色に変わると登録完了です。関空から上海への直行便は毎週火曜日1便のみです。航空会社に確認します。交渉券見せていただいていいですか？はい、はい、乗客の中には感染を防ぐために防護服を着ている人たちもいました。客室乗務員も防護服を着ています。空港に到着してから3時間、ようやく隔離先のホテルへ向かうことができます。上海での隔離は全部で3週間。家とホテルで隔離ですが、まずホテルで2週間の隔離が行われます。宿泊客が入るのを前に入念な消毒が行われています。またバスを降りる直前には体温チェックや個人情報の登録、隔離生活についての誓約書の紙が配られました。部屋に入った時間は深夜12時近くになっていました。料金は14日間で7000元です。水やトイレットペーパー、シャンプーなどはあらかじめ2週間分部屋に用意されていますが、ベッドのシーツや枕カバー、タオルなどは交換してもらえません。食事は1日3回、決まった時間にドアの前にある小さなテーブルの上に置かれています。朝食はパン、ゆで卵、牛乳、リンゴと洋風です。当然、部屋の中には洗濯機はなく、また部屋の外には一歩も出られないので、洗濯はすべて手洗いです。トイレを使用する際には消毒タブレットを投入、しばらく放置したから流さなければなりません。
また午後2時にはその日の体温をホテルに報告します。普段はほとんど関わることはありませんが、時々ホテルの従業員が訪ねてきます。私が中国語を話せないので、スマートフォンの翻訳アプリで対応しようとしてくれます。昼食と夕食はすべて中華です。魚や肉などのタンパク質や野菜がたっぷり入っています。隔離のご飯、あまり期待していなかったのですが、予想以上に美味しいです。しかし、その後、思わぬ問題が起こります。你好、不好意思、我的房间的马桶坏了、水不流了。 你能修理什么？電話で修理を頼むも、結局部屋を変えてもらうことになりました。ホテルは感染症対策が徹底されています。エレベーターも従業員用と宿泊客用で分けられています。廊下を歩くと、各客室から出たゴミや新たに発注された水などが無造作に置かれています。部屋を変わると、早速ホテルのスタッフが訪ねてきました。その、現在 Wi-Fi OK吗？但是要用三菱的 Wi-Fi。で、現在幺啊幺零。没有。没有 Wi-Fi。这幺幺三菱的 Wi-Fi OK 好吗？好了吗？他没有翻译，不是你打电话。你打电话给758七五八就是他们酒店里的电话，打给总台，你问他们，你把那个翻译词典打开。啊，好了好了。廊下には監視カメラがあり、常に監視されています。運動不足を少しでも解消するために。大学時代、相撲部だった私は、四股を踏んだり、腕立て伏せをしたり、お風呂上がりには柔軟体操をして過ごしています。朝7時、PCR 検査が行われました。細い綿棒を左右の鼻の奥、そして喉の奥にも突っ込まれます。こうした検査が隔離中3回行われます。你每天穿防护穿防护服？你累了吗？累。累。对。我们上班穿12小时。北京奥运会，明年。明年北京奥运会。你觉得怎么样？肯定很好呀。你今天好。北京奥运会。对。拜拜。来年に迫る北京オリンピックを見据え、厳しい隔離政策を取る中国。私は2週間の
ホテル隔離を終えた後、1週間の自宅隔離に移ります。